はい、皆さんこんばんは、もぐもぐさくらです。大塚駅から歩いて 6,7 分のところにあるお店、店内はカウンター席のみでこじんまり、壁にはずらーっと有名人のサインが飾ってあります。大食い勢のは全部すぐ見つけました。皆さんは知ってるサインいくつ見つけましたか？周りにお客様がいない状況で撮影させていただきました。この日いただいたのは期間限定メニューのデカ盛りバージョン。はい、来ました。こちらでバイト中の三宅さんたちが作ってくれたのは2月の限定メニュー海鮮スンドゥブそばのデカ盛りバージョン。それに追加で味玉とうずらをトッピングしてもらいました。このちっちゃいイカ、柔らかくて美味しい。スープは味噌ベースだからほんのりとろっとしてる。
番好きだったんですけど、このラーメンと白子もちょこちょこが、どちらも卵美味しいってなんで思ったのか。こちらのお店はしばらくお酒の提供をしないです。しっかりな厚みさラーメン、炭酸しっかリバスが米粒を気にして隙間に挟まる普通のリバスでない普通タイプだから、最後にご飯に入れちゃったんですけど、うん、三宅さんがここのまかないで食べた一番多かった量って何かな。最初の頃は3杯ずつ食べてます昼からそんなに食べるとその後が重いじゃないですか。あーってことで気づいたんですだんだん2杯にして最近はもうたまにしか食べて、うんうん、1回ぐらいしか食べてない。してるから大食いしてる人たちのもう見慣れさくれたのは、大食いしながらなんでこんな酒飲めるんだろうってそっちの方が驚く。大食いしてることにはもう全然驚かなくなっちゃう。あれ何キロ何分でしょ。全然で4キロくらいだから、手慣れとね、バーって6キロ。手慣れは別に何もさなくていいから、まあそんなに使わないとしてるけど、
ラスカルさんが、うん、とかマックスさんとか余裕で食べちゃったから30分制限をなんかもうみんな軽々食べちゃうからガリューさんは25分にこう時間短くしたら20分で食べちゃってる、完食無料です。でもみんな完食しちゃいますからね。本日の NG 集。このチャンネルを見てくださっている皆様、いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは撮影から編集からその他もろもろを全部私一人で行っておりまして、この度引っ越すことになりまして、あとこの時期といったらこれからまた確定申告だなんだとめんどくさい書類の提出とかがあったり、グッズ制作が今最終段階まで到達しまして、その打ち合わせだったりとかやることがあり余っていて撮影編集の時間が追いつきません。ということで3週間ほど YouTube の動画投稿をお休みさせていただきます。お休みの後の第1回目の投稿は完食無料賞金1万円みたいなガチのやつかドキリ系か楽しい企画またやりたいなと思っているので、忘れないで待っていただけたらなと思います。めっちゃ太って顔丸々してきたので、しばらく大食いから離れてる間に痩せて帰ってきたいと思います。でもまた本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今までで一番の長期休みに入るので忘れられてしまうんじゃないかとヒヤヒヤもしているのですが、まだ見ていない動画や前に見たけどすっかり忘れてしまったっていう懐かしい動画を掘り起こして楽しんでいただけたらいいなと思います。ではまたね。